中継終了に感激怒。DeNA が大激戦を制し、通算4勝3敗で2017年に続くリーグ3位から下克上での CS 突破を果たした。3連勝で王手をかけた後、2連敗でアドバンテージを含め3勝3敗で迎えた最終戦。9回に2アウト3塁から牧が決勝タイムリーヒットを放った。一進一退の攻防の中で迎えた9回。先頭打者の森がライト前ヒットで出塁すると、犠打で二塁へ。桑原のサードゴロの際に、森が一瞬の隙をつく好走塁で三塁に進み、ツーアウト三塁に。牧が三塁横を抜けるタイムリーヒットで、勝ち越した。その裏は守護神森原が三者凡退で締めくくった。日本テレビは午後7時から地上波で中継。熱戦となり、試合終了まで延長したが、最後は DeNA 三浦監督と巨人阿部監督が握手を交わしたところで中継終了。この日、急遽放送することになった米大リーグでワールドシリーズ進出を決めたドジャースの優勝決定シリーズ第6戦の放送へと入った。勝利監督インタビューは中継せず、SNS では、地上波ばっさり終わったな、大谷の試合流すよりもきちんと三浦監督のインタビュー流そうよ。失礼、これは良くないと、怒りの声が上がっていた。こんなことしてるから地上波の人気はなくなって、有料チャンネルを見るようになるんよ。この先新聞雑誌地上波は確実になくなりますね。巨人が勝ってたら、そのまま放送を延長していたでしょうね。読売系列の日テレだから仕方ないでしょうが、つまらないですね。最後のバッサリもひどかったけど実況と解説のあからさまな巨人寄りの発言と絶叫にも終始イライラした。途中から音消してみていた。野球詳しくないが、巨人に偏りすぎの本当にひどい中継だと思った。日テレのスポーツアナの実況はうるさすぎる。メジャーで目が超えるとどうしても仕方ないんじゃないですかね。延長放送を望むのはごくごく一部のファンでしょう。テレビ局なんて、昔から失礼だらけだよ。視聴率取れたら何でも良いんだよ。テレビにモラルを求めても、謝りもしないよ。昔からだよ。まあメジャーの方が上位だからね。まず、関心度が違う。メジャーの方がパワーとスキルが断然上だね。横浜ファンだが全く問題なし。マイナー球団の監督インタビュー放送してわざわざ視聴率下げるようなことする必要ない。予想されたこと。だからこそ、ベイスターズが勝ってスカッとした。おめでとう、ベイスターズ。